さあ今回もソロチスアルティメットやっていきたいと思います。さあ今回は同感攻略戦、呂布と長生を守るために先団を引き入れようと。同感の戦いで呂布は敗走、長生は戦場に散った。人中最強の武を瞬く間に退けたのはナタである。巨著はその一部始終を目の当たりにしていた。そして憤ってもいた。ナタの呂布と朝鮮への攻撃がひどく理不尽だったからである。なんとか助けられないか。巨著から相談を受けたしばしは即座に救援策を考え出した。今は一人でも多くの仲間が欲しいところである。ナタの暴走を止め、助けられる命を救うために、巨女としばしは時を渡った。ナタの暴走を止めるには新たな経路を作るのが早い。すなわち船団を呼び寄せ船の道を作るのだ。だどもそんなことしたら敵が攻撃してくるぞ。船は沈まねえだか。だからこそ無名高き猛将に協力を仰いだのだ。それっておいらのことか。へへへ、照れるな。船を呼ぶだけの簡単な戦だが、未来を変える大きな一手だ。気を引き締めてかかるとしよう。頑張ろうか。多いな。600人300人か。西本が軍の魂。兄上が船団を率いてくる。俺たちはそれまで敵を抑えておくぞ。下に馬がいる。敵の勢いが激しい。砦を足場に、なんとか前線を押し返せ。とりあえずここを取ろうか。負けちゃなんねず。頑張れ。来てくれてありがとな。骨ごと噛み砕いて。まずい。全然何もしてないんですけど。出番。お仕置きよ。やった。邪魔だね。ロランしていこう。敵将撃ち取った。敵将、俺が撃ち取った。まずここは大丈夫かな。さあまず拠点を守って、こりゃ本気で踏ん張らねえと。大丈夫か。俺ごと噛み砕いて。味方船団が同艦に接近中とのこと。早いね。うちは兵器で船を攻撃するつもりか。もののふの意地。船団、あれか。一段と冴えておいで。道中の敵倒しながら行こう。さあ名もなき受金、頑張ろう一緒に。これ口当てろ。
やるね。兵器も壊す必要があるね。撃つね。ナイス。俺じゃないな。いつ船が来ても大丈夫だ。一旦引いて回復させるか。お、早いね。立派な船じゃないか。待たせてな。地味に担ぎが一番食らってるもん。無手で攻めるは愚策。勝者を用いるぞ。まずは砦を確保せよ。そこで勝者を建造する。さすが兄上、隙がないですね。一人でってどこだ。あ、あれか。敵は邪魔してくるだろうから。俺ごと噛み砕いてた。危ない危ない危ない。炎の意地。アキレウス、こいつだけ倒していきたい。敵来たね。敵と合ってんのかな。武将が一旦引かせないと。さあ武将いますね。メス。撃ち落とされた。とりあえず工作変をすればいいか。お、防衛かな。危ない危ない危ない。こいつは重いからね。なんか通常攻撃だとノックバックない時もあるから厳しいですね。勝者の建造を開始します。工作兵はここですか。敵は一人こっちに来てるね。よし、勝家が死にそうだ。よし、結構レベル上げれた。勝家引け。お、早いね。いくぞ。敵本陣に切り込め。決着をつけよう。おねごと噛み砕いて。さあぶつけろぶつけろ。若干生き残ってるだね。覚えてやがれ。船はここに残しておく。これで未来に新たな道を作れよ。見ろ、この俺に挑んだ者どもの無様。龍馬は退け、船の安全は確保した。これならば
未来においても船の道は残されよ。過去は変わり、新たな未来が生まれた。あとはショーがうまくやるだろう。そうだね。さあ、ではお、そろそろ売るべきだ。やるな。改変後がプレイ可能になりましたね。というところで、じゃあまた次回お会いしましょう。